6月2日日曜日の全国のお天気をお伝えします。北海道は晴れてお出かけ日和となります。中国四国地方から九州地方にかけてもよく晴れて雨が降る心配はなさそうです。一方沖縄は梅雨空が広がり断続的に雨の降りやすい空となります。一時的に雨足強まる恐れありますのでお気をつけください。ただ予想最高気温は24度とジメッとしますが過ごしやすい体感となりそうです。通気性を良くしてお過ごしください。そして東北から近畿にかけては雲が優勢で雨の降りやすい空となります。黒い雲が近づいてきたら雷、突風、氷などにも注意が必要です。お出かけの際は天気の変化に注意をしてください。予想最高気温は20度前後と比較的過ごしやすい体感となりそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。